韓国ンヌンのペンション事故でハラシュセブランス・キリスト病院に搬送され治療を受けていた高校生全員が一般病室へ移され治療を続けている中、一人の生徒が一時認知機能評価で異常所見が現れないなど回復傾向を見せている。ハラシュセブランス・キリスト病院は28日、4回目の会見を開きこのように伝えた。医師が会見で、 去る24日、一般病室へ移動した生徒へは現在、意識状態がはっきりしている。口からの食事が可能で、車椅子に乗って移動可能だとし、すぐに歩行も可能になると予想されると説明した。また、暗記、判断、理解、計算。 記憶階層など脳の行為機能を評価する一時認知機能評価結果、異常所見は見られなかったと述べた。なお、生徒 A と共に同病院へ搬送された生徒 B も意識を取り戻すなど回復の兆しを見せている。医師は、二人とも25日から高圧酸素治療を実施しており、物理治療を並行している。 周期的な認知機能評価を通じて、合併症発生の有無を評価すると付け加えた。